100年以上の歴史があるメジャーリーグでは、当然これまで数々の伝説的な試合が行われてきました。特にワールドシリーズでは、世界一をかけた記憶にも記録にも残る名勝負も。今回はメジャー史上伝説のワールドシリーズ神試合15戦を紹介します。2019年ワールドシリーズ第7戦、ワシントンナショナルズ対ヒューストンアストロズ。2019年のワールドシリーズ第7戦、ワシントンナショナルズとヒューストンアストロズの試合は MLB 史上でも伝説的な一戦となりました。このシリーズでは全ての試合がアウェーチームの勝利という異例の展開となり、最終戦もその流れを引き継ぐことに。試合の序盤、アストロズの先発ザック・グレインキーは素晴らしい投球を見せ、5回までナショナルズを1点に抑え込みました。アストロズは2点を先制し、このまま試合を有利に進めるかと思われましたが、7回に劇的な展開が訪れます。ナショナルズのハウィー・ケンドリックがライトポールに当たる逆転ツーランホームランを放ち、これで試合の流れが一気に変わりました。その後ナショナルズはさらに得点を重ね、最終的に6対2で勝利。この勝利でナショナルズは球団史上初のワールドシリーズ制覇を達成しました。特筆すべきは、この年ワイルドカードからプレーオフに進出したナショナルズがポストシーズン中に5度の勝てば進むという大一番で全勝し、全ての危機的状況を乗り越えた点です。この年のナショナルズはまさにミラクルナショナルズというのにふさわしい劇的なワールドシリーズ制覇でした。エースのスティーブン・ストラスバーグはこのシリーズで2勝を挙げ、ワールドシリーズ MVP に輝きました。2014年ワールドシリーズ第7戦、サンフランシスコ・ジャイアンツ対カンザスシティ・ロイヤルズ。2014年のワールドシリーズ第7戦はサンフランシスコ・ジャイアンツとカンザスシティ・ロイヤルズが激突した歴史的な一戦となりました。この試合は特にマディソン・バンガーナー投手の驚異的なリリーフ登板が伝説として語り継がれています。試合の序盤は一進一退の展開でした。ジャイアンツは2回にパブロ・サンドバルが死球で出塁し、その後ヒットと犠牲フライで2点を先制。一方ロイヤルズはその裏にアレックス・ゴードンのタイムリーで同点に追いつきます。しかし4回にジャイアンツが再びリードを奪い3対2としました。そしてこの試合を語る上で欠かせないのが5回から登板したマディソン・バンガーナーの圧巻の投球です。すでにシリーズで2勝していたバンガーナーはリリーフとして登板すると5イニングをわずか2安打無失点に抑える完璧なピッチングを披露。特に最終回、アレックス・ゴードンが2アウトから3塁打を放ち1打同点のチャンスを迎えたものの、バンガーナーは冷静にサルバドール・ペレスをフライアウトに打ち取り試合を締めくくりました。この試合はバンガーナーの史上最高のリリーフ登板とも称され、彼はシリーズ MVP を受賞。この功績によりジャイアンツは5年間で3度目のワールドシリーズ制覇を成し遂げ、2010年代の MLB における王朝としての地位を確立しました。続いて2001年のワールドシリーズをご紹介したいと思いますが、このシリーズはメジャーの歴史でも熱戦が多いことで有名で、展開も2点3点が多く、視聴者の皆さんからの反響も多い試合でした。今回はこのシリーズの中から3試合を紹介したいと思います。2001年ワールドシリーズ第4戦、アリゾナダイヤモンドバックス対ニューヨークヤンキース。2001年のワールドシリーズ第4戦はニューヨークヤンキースとアリゾナダイヤモンドバックスの対戦で、今でも MLB 史に残る名試合として語り継がれています。試合はヤンキースのホームヤンキースタジアムで行われ、前の試合までダイヤモンドバックスはシリーズをリードしており、この第4戦はヤンキースにとって極めて重要な一戦でした。アリゾナの先発はカート・シリング、ヤンキースの先発はオーランド・ヘルナンデスという対決に。試合は序盤から緊迫した展開が続き、9回表までダイヤモンドバックスが3対1とリードしていました。カート・シリングは8回まで力投を続け、ヤンキース打線を封じ込めていましたが、9回裏に運命の瞬間が訪れます。ヤンキース攻撃の9回裏、ダイヤモンドバックスはクローザーであるキム・ビョンヒョンが登板し、勝利まであとアウト2つに迫りました。それでもヤンキースのティノ・マルティネスが劇的な同点ツーランホームランを放ち、試合は振り出しに。延長戦に入っても緊張感は続きましたが、ついに10回裏、デレク・ジーターがダイヤモンドバックスのキムからサヨナラホームランを放ち、ヤンキースが劇的な勝利を収めます。この一打はミスター・ノーベンバーとしてジーターの名をさらに輝かせることとなり、ファンにとっても忘れられない瞬間となりました。2001年ワールドシリーズ第5戦、2001年のワールドシリーズ第5戦は第4戦のミスター・ノーベンバーに続き白熱の逆転劇を生んだ伝説の一戦となりました。
この試合の先発はダイヤモンドバックスがミゲル・バティスタ、ヤンキースがマイク・ムッシーナ。シリーズ成績2勝2敗で迎えたこの試合は行き詰まる投手戦となりましたが、5回にダイヤモンドバックスがスティーブ・フィンリーとロッド・バラハスのソロホームラン2発で先制し、2対0でリードし、その後はダイヤモンドバックスペースで試合が進みます。9回裏、絶体絶命のヤンキース、ここで登板したのは前日デレク・ジーターにミスター・ノーベンバーを献上し敗戦投手となったキム・ビョンヒョン。キムはあと1人、2アウトまでこぎつけますが、ここで打席に立ったのはこの年で引退することになるスコット・ブロシアス。2アウト2塁の場面でブロシアスが前日の録画を見ているかのような同点ホームランを放ち、試合を振り出しに戻します。最高潮の盛り上がりを見せるヤンキースタジアム、絶体絶命の場面から試合は延長戦に入ります。延長11回表、ダイヤモンドバックスの攻撃、ワンアウト満塁の絶好のチャンス。投げるのはヤンキースの絶対的守護神マリアーノ・ビベラ。ここでバッターレジー・サンダースのセンターに抜けようかというライナーをアルフォンソ・ソリアーノがファインプレーし、このピンチをしのぎます。すると12回裏、そのソリアーノがワンアウト2塁からライト前にサヨナラヒットを放ち、3対2でヤンキースが劇的勝利。まさにドラマのような展開にヤンキースタジアムは大興奮に包まれました。そして舞台をアリゾナに移ることになるのです。2001年ワールドシリーズ第7戦。2001年のワールドシリーズ第7戦は MLB 史上でも屈指の名勝負として語り継がれています。試合は2001年11月4日ダイヤモンドバックスのホームであるバンクワンボールパークで開催されました。ヤンキースはこの年9月11日の同時多発テロの悲劇を乗り越え、ニューヨーク市民に希望を与える存在として注目を集めていた一方、ダイヤモンドバックスは1998年に創設されたばかりの新しいチームであり、このシリーズが球団史上初のワールドシリーズ進出でした。第7戦はダイヤモンドバックスのエースカート・シリングとヤンキースのロジャー・クレメンスという大投手同士の対決となり、試合は緊迫した展開を見せます。6回にダイヤモンドバックスが1点を先制しましたが、ヤンキースは7回に同点とし、8回にはアルフォンソ・ソリアーノのホームランで2対1とリードを奪いました。しかし9回裏に大きなドラマが待っていたのです。ヤンキースの守護神マリアノ・リベラが登板しましたが、トニー・ウォマックのタイムリー2塁打でダイヤモンドバックスは同点に。そして最後はルイス・ゴンザレスがリベラからセンター前にサヨナラヒットを放ち、ダイヤモンドバックスが劇的な勝利を収めたのです。この勝利によりダイヤモンドバックスは球団史上初のワールドシリーズ優勝を果たしました。この試合は 9.11 の同時多発テロから始まったシリーズ全体のストーリー性や緊張感、伝統球団対新興球団、そして劇的幕切れから今でも MLB 最高の伝説的な試合として評価されています。2002年ワールドシリーズ第6戦、アナハイムエンゼルス対サンフランシスコジャイアンツ。2002年のワールドシリーズ第6戦は MLB 史上に残る劇的な試合の一つです。この試合でアナハイムエンゼルスはサンフランシスコジャイアンツに対し5対0とリードされていた状況から奇跡的な逆転劇を演じました。ジャイアンツはショーン・ダンストンとバリー・ボンズのホームランによる5点のリードで試合の大半を支配していました。しかしエンゼルスは7回裏に反撃を開始します。スコット・スピージオがジャイアンツのリリーフフェリックス・ロドリゲスから3ランホームランを放ち、8回にはダリン・アースタッドがティム・ウォーレルからソロホームランを打ち、5対4と1点差に迫りました。さらにトロイ・グロースがジャイアンツのクローザーロブ・ネンから逆転の2点タイムリーヒットを放ち、エンゼルスが逆転。最後はエンゼルスのクローザートロイ・パーシバルが完璧なリリーフで9回を締め、試合を勝利に導きました。この勝利によってシリーズは最終第7戦に持ち込まれ、エンゼルスはその試合でも勝利し球団史上初のワールドシリーズ制覇を達成。この試合はエンゼルスの非公式のマスコットキャラクターラリー・モンキーとともにエンゼルスファンにとって永遠に記憶される名勝負となっています。ここでぜひ覚えておきたい歴史的に名高い過去の名勝負についても見ていきたいと思います。1956年ワールドシリーズ第5戦、ニューヨーク・ヤンキース対ロサンゼルス・ドジャース。ワールドシリーズ史上記憶にも記録にも残る名勝負となったこの試合、2勝2敗と勝った方が世界一に王手をかける状況の中、試合は4回裏、ヤンキースのミッキー・マントルが華麗なソロホームランを放ち先制点を挙げます。そして6回裏にもバウアーのタイムリーヒットで追加点、2点の援護点をもらったヤンキースの先発ドン・ラーセンは
8回までなんと打者24人を相手に1人も走者を出さず、神がかり的な投球で9回を迎えます。緊迫の9回表、ツーアウトとなった瞬間、最後の打者、代打のデール・ミッチェルを見逃し三振に仕留めると、ついに完全試合を達成します。これはワールドシリーズ史上初となり、完全試合はもちろんノーヒットノーランすら史上唯一の記録に。試合後、ラーセンはこの試合が自分のキャリアで最高の投球だったと語り、ヤンキースの監督ケーシー・ステンゲルに勝利を捧げたとされています。この試合はワールドシリーズや MLB 全体において後世に語り継がれる名試合の一つであり、スポーツ史に刻まれた不滅の瞬間となりました。1960年ワールドシリーズ第7戦、ニューヨークヤンキース対ピッツバーグパイレーツ、3勝3敗で迎えたフォーブスフィールドでのワールドシリーズ第7戦はメジャーリーグの歴史に残る一戦となりました。序盤パイレーツが4対0とリード、しかし強打のヤンキースは5回から8回までに7点を取り逆転に成功します。それでも8回裏、パイレーツが5点を取り9対7と逆転をしますが、またしても9回表ヤンキースは2点を取って同点に。そして迎えた9回裏、パイレーツのマゼロスキンがワールドシリーズ最終戦としては史上初のサヨナラホームランを放ち、下馬評ではシリーズ開幕前には不利が予想されたパイレーツが4勝3敗でヤンキースを下し、35年ぶり3度目のワールドシリーズ制覇を成し遂げました。このシリーズを通じてヤンキースの55得点に対しパイレーツは27得点、安打数でも91対60と完敗ではあったものの、シリーズを制しメジャーリーグ史に残る名勝負を演じました。1975年ワールドシリーズ第6戦、シンシナティレッズ対ボストンレッドソックス。1975年のワールドシリーズはサヨナラゲームが2試合、9回に同点に追いついたり勝ち越したりした試合が3試合、1点差試合が5試合と接戦が続き、現在もワールドシリーズ史上に残る名勝負と言われています。中でも激戦となったのはシンシナティレッズが3勝2敗で王手をかけて迎えた第6戦、8回を迎えて3対6で3点リードされ、ワールドシリーズ敗退目前だったレッドソックスですが、代打バーニー・カーボのスリーランホームランで同点に追いつき息を吹き返します。そして同点のまま迎えた延長12回裏、先頭のレッドソックスのカールトン・フィスクが2球目を捉えると、打球はレフトボール際一直線、フェアかファウルか微妙な当たりに対しフェア側に入れ入れと叫んで両手を大きく右に振るフィスク、するとボールはレフトポールを直撃し、シリーズを第7戦までもつれ込ませるサヨナラホームランとなりました。フィスクのジェスチャーは当時ウィーンを拠点に活動していた世界的名バレエダンサールドルフ・ヌレーフに例えたヌレーフダンスと呼ばれ、アメリカ中で話題になりました。負ければワールドシリーズ敗退という瀬戸際から追いつき、延長戦の末サヨナラ勝ちまで持っていったのはワールドシリーズ史上初という快挙でした。粘ったレッドソックスでしたが、同じく激戦になった第7戦は逆転でレッズに軍配が上がりました。1986年ワールドシリーズ第6戦、ニューヨークメッツ対ボストンレッドソックス。10月25日シェースタジアムで行われたこの試合はボストンが3勝2敗でシリーズをリードし、1918年以来のワールドシリーズ優勝まであと1勝という状況でした。しかしこの試合でメッツはワールドシリーズ史に残る大逆転劇を見せるのです。行き詰まる展開の中、試合は3対3のまま延長戦へ突入。10回表、レッドソックスは勝ち越しに成功すると5対3とリードする展開に。するとその裏、メッツはあと1球でシリーズ敗退という絶体絶命の状況に2度も追い込まれながら、ゲイリー・カーターがシングルヒットで出塁すると、ケビン・ミッチェル、レイ・ナイトのヒットで1点差に詰め寄ります。続くモーキー・ウィルソンの打席で投手のボブ・スタンリーがワイルドピッチを投げ、その間にメッツは同点に追いつきました。そしてムーキー・ウィルソンが9球粘り抜いた10球目、打球はファーストゴロだったものの、これをファーストのビル・バックナーがまさかのエラー、結果サヨナラ勝ちでメッツが3勝3敗のタイに。そして勢いそのままに第7戦でも3点差を逆転し、ワールドシリーズ制覇を成し遂げます。あと1球からの逆転優勝はシリーズ史上初めてのことでした。バックナーのエラーは歴史的な失敗として長く語り継がれ、レッドソックスのファンにとっては苦い思い出となりましたが、メッツにとっては奇跡的な逆転劇として記憶されています。1988年ワールドシリーズ第1戦、ロサンゼルスドジャース対オークランドアスレチックス。カリフォルニアシリーズとなった1998年のワールドシリーズ、この第1戦はその劇的な展開とともに
ワールドシリーズ史に残る名試合とされています。この試合の主役になったのはドジャースのカーク・ギブソンでした。ギブソンは両足の故障により試合出場どころか普通に歩くこともままならない状況でした。それでも9回裏、3対4とドジャース1点ビハインドの2アウト2塁の場面、トミー・ラソーダ監督はギブソンを代打として起用。対するはアスレチックスの絶対的クローザーデニス・エカーズリー。そしてこの時のアスレチックスは黄金期ともいえるチーム力を誇っており、ドジャースの劣勢は明らかでした。そして打席に入ったギブソンの足を引きずりながらのファウルボールに痛みは誰の目にも明らかでした。そしてカウント3ボール2ストライクのフルカウント、ここでギブソン渾身のフルスイングは右中間へ逆転サヨナラツーランホームラン。足を引きずりながらベースを一周するギブソンの姿は野球ファンにとって忘れられない感動的な瞬間でした。この試合の勢いをそのままにドジャースは4勝1敗でワールドシリーズを制覇。このギブソンの体が悲鳴を上げている中で見せたパワーと強さはまさにワールドシリーズの名場面として多くの人々に記憶されているホームランです。1991年ワールドシリーズ第7戦、ミネソタツインズ対アトランタブレーブス。この年ツインズとブレーブスが両チームとも前年の最下位から一転地区優勝、さらにはリーグ優勝を勝ち取りワールドシリーズで激突、そして3勝3敗で迎えた第7戦。この試合の勝者が世界一に輝く名勝負となりました。第7戦は特に両チームのエースであるジャック・モリスとジョン・スモルツの投手戦として知られています。2人のピッチャーの壮絶な投げ合いは両者譲らず、試合は終盤まで0対0が続きます。そして延長戦に突入し緊迫感が高まる中迎えた10回裏、ツインズのダン・グラッテンが2塁打を放ち、続くチャック・ノブロックの犠打で3塁まで進みます。ここでアトランタはキルビー・パケットとケント・ハーベックを敬遠し満塁策を取ることに。最後は代打のジーン・ラーキンがサヨナラヒットを放ち、ツインズが劇的な勝利を飾りました。そしてツインズが4年ぶり2度目のワールドシリーズ制覇を達成。このシリーズはワールドシリーズ史に残る接戦となり、サヨナラゲームが4試合、延長戦が3試合で、7試合中1点差ゲームはなんと5試合も、最後まで目が離せない息を飲むような展開となりました。1997年ワールドシリーズ第7戦、フロリダマーリンズ対クリーブランドインディアンス。3年連続地区優勝の強豪クリーブランドインディアンス、対するはワイルドカード球団から史上初のワールドシリーズ出場を果たしたマーリンズ。3勝3敗、勝った方が世界一というワールドシリーズ史に残る名勝負となりました。試合は先にインディアンスがリードを奪い、4回にトニー・フェルナンデスの2点タイムリーで2対0に。しかしマーリンズは7回にボビー・ボニーヤのソロホームランで1点を返し、8回にはクレイグ・カウンセルの犠牲フライで同点に追いつきました。そして2対2で延長戦へ、息を飲む瞬間が続く中、11回裏2アウト満塁、インディアンスのチャールズ・ナギーの投球をエドガー・メンテリアが打ち返し、その打球はナギーのグラブをかすめセンターに抜け、3塁ランナーのカウンセルがホームインして劇的な勝利。この瞬間マーリンズは史上初のワイルドカードチームとしてワールドシリーズ優勝を達成しました。マーリンズはそもそもこれが球団史上初のワールドシリーズ制覇、ワイルドカードからのシリーズ制覇も史上初、さらに球団創設からわずか5年での制覇は当時の史上最速記録でした。まさにこのワールドシリーズは歴史に名を刻んだ神試合と言えるでしょう。2011年ワールドシリーズ第6戦、セントルイスカージナルス対テキサスレンジャーズ。ワールドシリーズ史上最高の一進一退の攻防戦となったこの試合、3勝2敗と世界一へ王手をかけていたのはレンジャーズでした。この試合7対5とレンジャーズがリードしていた9回表、球団史上初の世界一まで残りアウト1つの場面、誰もがレンジャーズの世界一を悟った中、そこに立ちはだかったのはカージナルスのデビッド・フリースでした。窮地に立たされた中、フリースは2点タイムリースリーベースヒットを放ち、試合は振り出し同点に。息を呑む攻防が続く中、この一打で試合はまさに逆転のドラマを生むことになります。レンジャーズが10回表にリードを広げても、カージナルスはまたも同点に追いつき、2イニング連続でレンジャーズの優勝決定を阻止しました。そして11回裏、再びフリースが打席に立つと、そのバットから放たれた大飛球はセンターへのサヨナラホームラン。延長11回の死闘を制したカージナルスは対戦成績を3勝3敗のタイに。この試合はフリースの劇的なパフォーマンスだけでなく、
両チームが何度もリードを入れ替え、息を呑むような展開が続いたため、多くの野球ファンにとって忘れられない一戦となりました。その勢いそのままにカージナルスは第7戦も勝利し、見事5年ぶり11度目のワールドシリーズ制覇。またカージナルスの監督トニー・ラルーサはこの年の勝利で自身のカージナルスの監督キャリアを締めくくり、名将としての地位を確立しました。ワールドシリーズ優勝監督がその年に辞任するのは史上初でした。2011年ワールドシリーズ第6戦は野球史に残る最高の試合の一つとして今後も語り継がれることでしょう。2016年ワールドシリーズ第7戦、シカゴカブス対クリーブランドインディアンス。107年間もシリーズ優勝から遠ざかっていたシカゴカブスと67年間遠ざかっていたクリーブランドインディアンスの対決となったこのシリーズ。呪いの呪縛から解放されたい両球団の対決は3勝3敗で、勝った方が世界一となる、まさに一進一退の攻防を繰り広げ第7戦を迎えました。試合はカブスのデクスター・ファウラーが先頭打者ホームランを放ち、さらに4回にはウィルソン・コントレラスのタイムリーツーベースで追加点を奪い、5対1とリードを広げます。しかしインディアンスも粘りを見せ、8回、ラジャイ・デイビスがアロルディス・チャップマンから放った同点のツーランホームランで試合を振り出しに。その後9回が終わり、試合は延長戦に突入。10回にはベンゾ・ブリストが勝ち越しのタイムリーツーベースを放ち、さらにミゲル・モンテロのタイムリーで追加点を奪います。インディアンスも反撃しましたが、マイク・モンゴメリーが最後の打者をゴロに打ち取り、カブスは勝利をつかみました。この勝利によりカブスは108年間続いた呪いを打破し、ワールドシリーズ制覇。この試合はワールドシリーズ史にその名を刻み、両チームの奮闘がまさに神がかり的な一戦を作り上げました。今回はメジャー史上伝説のワールドシリーズ神試合15戦を紹介しました。これらのワールドシリーズの試合はメジャーリーグの長い歴史の中で数々の名場面とドラマを生み出してきました。劇的なホームランや逆転劇などはまさに伝説といえる瞬間でした。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。